やっぱり安くアウター手に入れるんだったら GU 一択だろう。でも GU ってアウターの型数多すぎて何買えばいいか全然わかんねえんだよな。しかも家の近くに GU ねえからどれ買えばいいか本当にわかんねえんだよ。誰か教えてくれよと思ってる。そこのあなた大丈夫です。今日は GU でおすすめのマストバイアウター5つ紹介します。そしてそれらデザイン、シルエット、素材、色、機能性、着心地5つの項目別に徹底的にレビューしていきます。はい、というわけで今日は GU おすすめマストバイアウター5選ということで、数ある GU のアウターの中から5つ抜き出させていただいて、項目別、デザイン、シルエット、素材、色、機能性、着心地と5項目に分けて採点をしていこうと思います。もちろん勝手に。はい、というわけで、本編行く前に私毎週日曜日、MB アイテム新作発売しております。概要欄の方に MB アイテムストアのリンク載ってますので、よかったらチェックしてみてください。今まで発売した過去の品番とかも見ることができますし、もし過去の品番で欲しいのあったら再入荷リクエストを押しといてくれると再度作るかどうか検討しますので、よかったらチェックしてみてください。それでは本編行ってみましょう。さあ、まず一つ目はこちら、GU の中でもかなり人気の商品みたいですね。マルチブロックマウンテンパーカー GA プラス E3990円、商品画像こんな感じでございます。まずはですね、採点からいきましょう。デザインが丸、シルエットが三角、素材色が丸、機能性が20丸、着心地20丸とさせていただきました。まあなんか点数とかまでつけちゃうと、いやちょっとお前服に点数とかつけんじゃねえよバカ野郎とかって言われそうな気がするんで、ちょっとね、項目別に丸×三角二重丸ぐらいで、評価させていただき、勝手に評価させていただきます。あくまで僕の個人的な主観なので、まあ、参考にしてください、ぜひね。別にここにとらわれる必要は全然ないです。こちらどんなアイテムかっていうと、まあ、マルチブロックっていう、GU が去年からですか？去年から強化して出している素材ですけれども、GU オリジナルの素材ですね。いわゆる糖質防水の、素材を使ったマウンテンパーカーですね。糖質防水の説明はこの MB チャンネルでも何回もしてますけど、要するに外からの水は弾いてくれる、防水性で弾いてくれるんですね。これジップも止水ジップで水完全に入ってこない、撥水じゃなくて防水になってます。水が入ってこない。でも中の湿気、つまり汗ですね、かいた汗は素早く外に逃がしてくれるっていうのが糖質防水の機能になっています。これってすごい不思議ですよね。外から来る水は弾くけど中の水、水分は出すっていう、そんなことができるのって感じではあるんですけれども、科学的に開発されたフィルターみたいなのがあって、生地と生地の間にフィルターが貼ってあります。まあ、レイヤー構造って言いますけど、レイヤー構造によってその特殊な技術を実現してるんですね。外から雨が降っても雨が中に入りません。中の汗は素早く逃がしてくれる。それに何の意味があるのかって思う人もいると思うんですけど、まず一つ、外から来る水を防ぐっていうのは単純に濡れたくないからっていうのももちろんあるんですけど、実はですね、体の表面に、体表面に水分がつくとですね、気化熱で熱を奪ってしまうんですね。水がつくじゃないですか。その水が蒸発したりするじゃないですか。その蒸発の過程において、熱、体温を奪っていっちゃうんですね。そうすると、冷えの原因になって、抵抗力が下がって、風邪ひいちゃったりとか、今だとまあ感染症とかにかかっちゃったりするわけなので、体を濡らさない、まあ濡らしたらすぐ拭くとか、水分を素早く逃がすっていうことがすごく大事になってくるんですね。これ今だったら、まあ、現代社会においてはそこまでめちゃくちゃ皆さん意識してないと思うんですけど、昔の登山家とかはこれで命を落としてますからね。単純に雨が降った時に体に水がついて、それで体温が下がっていって死んじゃうって普通にあったことなんですよ、昔は。でも昔はこういう防水の、完全防水の素材っていうのがなかったのね。まあ一応ラバーとかゴムとか使って完全防水にはできてたんだけど、そうすると蒸れちゃうから、蒸れると汗かいちゃうじゃないですか。防水って基本的には密閉するっていう考え方で水を弾くんですよ。弾くっていうか水を入れなくするんですよ、昔の考え方だとね。
そうするとポンチョとかね、昔のポンチョとかラバー素材とか使って、あのもう完全密封にして水を弾く、これだったら濡れないから体温下がんないからいいじゃんってなるかもしれないけど、そうすると蒸れちゃうわけね、密封だけに蒸れちゃうから汗かいて、その汗が体に付着して熱を、気化熱で体温を奪っていくっていう、結局水分から逃れられないんですよ。だから昔ながらのポンチョってあるじゃないですか、ポンチョってこういう形してるでしょ、こういう傘みたいな形してるじゃないですか。フードがあって、こういうテルテル坊主みたいな形してるのがポンチョですよね。まあ、テルテル坊主の多分元ネタはポンチョだと思いますけど、なってるじゃないですか。で、あれなんでそういう風になってるかっていうと、水を防ぐだけだったら別にあの構造にしなくてもいいんだけど、水を防いで、かつなるべく中の群れを逃がしたいと思ってるから、裾思いっきり広げてるんですよ。そうすると、下から空気が入ってくるから、割と群れにくくなるわけ。でポンチョの構造っていうのは別にあれデザインで作ってるわけじゃなくて、ちゃんと意味があるんですね。あのオールドアウトドア、まあいわゆるオールドアウトドアの世界で、あのこういう機能繊維っていうもの、機能素材っていうものが開発されてなかった時に、なんとか水を防いで、かつ中の汗も素早く逃がす方法がないかって考えて作られたのがポンチョなんです。あのポンチョのおかげで生き延びられた人もいたわけなんですけれども、現代はそういうことを考えなくても、この糖質防水という素材があるわけですね。水が入ってこないで群れを逃がしてくれる、まあ、そんな昔の登山家だけだろうと思うかもしれないけど、例えば現代だったら外から電車の中に入った時、電車の中暖房とかガンガン効いてたりするじゃないですか。夏だったら冷房ガンガン効いてる。そうすると内外のその屋内外の気温差っていうのが激しくなると、当然汗かいたりだとか、体温調節のために僕ら汗かいたりするわけじゃん。そうするとその汗が体に付着して体温が下がって免疫が下がって感染症にかかっちゃうっていうことになるので、意外と糖質防水便利です。これ誰に便利かっていうと、都市生活者に便利なんですよ。電車とか屋内外の行き来が激しい人、激しいと当然気温の差が屋内外で発生するから、体温調節で必ず汗が出るんです。自律神経がぶっ壊れてなければ大体誰でも汗が出るわけですね。でその汗が問題で、その汗を素早く逃がしてくれるのがこの糖質防水だから、実はこれって、いやマウンテンパーカーとか別に俺アウトドア行くわけじゃないしって思ってるかもしれないけど、都市生活者ほどマウンテンパーカー1回買うとやめらんなくなります。マジで便利です。あの電車の中で熱っていうのがだいぶ減るんですよ。すごい発明だと僕は思います。そしてこの糖質防水、そんな複雑な機能を持ってるからこそ基本的には高いんですけど、完全防水の糖質防水で3,990円、これかなりすごいと思います。まあ、糖質防水のレイヤー素材にしては、これね、着心地も良くて柔らかいんですよ。ゴアテックスでいうところの、まあ、ソフトシェルぐらいかなっていうふうに思います。ゴアテックスって言ってもいろんなこう、パフォーマンスシェルとかね、プロシェルとかいろんな種類がありますけど、ソフトシェルぐらいのこう柔らかい風合いになってるので、こういう糖質防水の、素材の中では比較的着回しやすい方かなというふうに思います。糖質防水のレイヤー素材っていうのは結構ガチッと硬いものも多いんですよ。アークテリクスとかね、そういう本当ガチで作ってるところは、本当カッチカチになってて、まああれがもちろんいい、かっこいいんですけど、ただ着心地的には当然ね、服って柔らかい方がどちらかというと着心地いいので、これは糖質防水の中でも柔らかく仕上げてあるので、比較的袖通しがいいというか、着ててストレスがないとは思います。まあもちろん柔らかい方が機能性が低かったりもするんですけど、待ち着においてはこれ以上の機能性必要ないと思うので、別にこれで山を登るわけじゃないと思うので、十分だと思います。着心地が良くて、まあ、機能性も今言った通りだけど抜群というところで、機能性と着心地に関しては、まあ、レイヤー素材にしては特に着心地いいので、二重丸にしておきました。オーバーショルダーになってるデザインもいいですね。デザインも僕丸にしてますけれども、まあ、いわゆるアウトドアのデザインですけれども、このショルダーの部分と袖の部分にこう黒がこう配色としてね、こう一つながりになってるから、そんなにねサイズ感としては大きくないんですけれども、ちょっとこう今っぽいトレンドのビッグショルダーに見えるので、まあ、この辺配色でこうシルエットをまあ今っぽく見せようっていうのも強化できるかなというふうに思います。で素材も色もですね、今説明した通りすごくいいと思います。アウトドアライクで今のトレンドに乗せたようなこういう切り替えのデザイン、そしてグリーンとかもですね、少し深めになっていて比較的使い回しやすいかなというふうには思います。ただシルエット三角にしてるんですけど、なんで三角にしたかっていうと、別に悪くはないので罰じゃないんですけど、この手のアウターって正直どこでもやってるじゃないですか。まあ GU の3,990円っていうインパクトすごいでかいと思うし、でワークマンよりもちょっとファッショナブルなので、僕は評価したいんですけど、
ただ今ワークマンでもそこそこおしゃれなものあるし、ユニクロでもこのぐらいの価格帯のもの、まあこれよりちょっと高いかもしれないけどあるし、若干存在が中途半端だなって思っちゃうんですよね。ガチの機能性を求めるんだったらワークマンで買った方がいいと思うし、ファッショナブルなものを選ぶんだったら例えばユニクロを選んでもいいと思うし、 GU ならではの存在価値っていうのは微妙に薄いかなっていうふうに思います。でね、なんかシルエットもまあ普通じゃないですか。だから GU がこれやるんだったらもっとでっかくしてもよかったのかなって思うんですよね。もうちょっと大きめにして、あのビッグシルエットの今のトレンド感を反映したアウトドアアイテムって意外とどこもやってないじゃないですか。ワークマンはまあ割とベタなシルエットだし、ユニクロなんてもっとベタだし、で GU って結構こう攻めたデザインとか攻めたシルエットやるから、なんかこのアウトドアのこのマウンテンパーカーももうちょっとサイズ感を大きくしてくれたらよかったんじゃないかなというふうに思います。ただ見ての通りですね、襟立ちもすごくいいし、この値段で そこまで求めるのは正直酷だと思うので、3990円ということを考えたら十分おすすめできるということで、今回マストバイアイテムの一つに選ばさせていただきました。ちなみに僕着てるのは XL サイズです。 175cm69kg で XL サイズを選んでおります。さあ続いてオーバーサイズアノラックパーカー、これ白、ほんと全パーツ真っ白だから動画にするとただの白い布に見えちゃうな。オーバーサイズアノラックパーカー2990円でございます。こちらはまず評価からいきましょう。デザイン20丸、シルエット丸、素材色三角、機能性20丸、着心地丸とさせていただきました。ちょっと解説しますと、まあその前に着ましょうか。着た方が分かりやすい。はい、着るとこんな感じですね。何気に僕これ今回おすすめしてる中で割とトップクラスに好きなんですけど、これ可愛いですよね。すごいね、イケてますよね。もうこういうアウターアノラック好きなんですよね。で解説しますね。個人的なものはともかく、薄手生地なんですけど、結構触ると薄手に感じるんじゃないかなと思います。まあでもメモリーっぽい素材で少し厚さは感じるので、まあペラペラっていう印象ではないんですけれども、どちらかというとアウターの中ではちょっと薄いかなっていうイメージですね。でも薄手なんだけど雨もこれちゃんと弾いてくれます。で、さっき紹介したマルチブロックマウンテンパーカーはゴアテックス登場以降の現代のマウンテンパーカーですけど、このアノラックっていうアイテムはどちらかというとゴアテックス登場以前のオールドアウトドアスタイルです。何がオールドかっていうと、さっき言った通りですね、機能繊維がなかった時っていうのはポンチョとかでなんとかしてたんですよみたいな話したじゃないですか。でアノラックってちょっと不思議な形してませんか。ジップここまでしか開かないでしょ。で身幅かなり広いんですよ。これアノラックって昔からあるアイテムなんですけど、本当にずっと昔からあるアイテムなんですけど、これどうして、もともとはアノラックって革、レザー製だったんですけど、どこかの民族の確か防寒着でしたよね。それがまあアウトドアに応用されていったと思うんですけど、ごめんなさい、ちょっとうる覚えで、詳しくは多分ウィキとか調べれば出てくると思います。どうしてこういう形になってるかっていうと、まず水を弾かなきゃいけないっていうところで、ジップが途中で止まってるんですよ。なんでジップ途中で止めるかっていうと、当時は止水ジップっていうものがなかったんです。さっきのマルチブロックパーカーは止水ジップといって、ジップでもこう水を弾いてくれる、弾いてくれるっていうか水の侵入を抑えてくれるんですね。でもそんなジップって昔はなかったし、そもそも昔ボタンだったわけだから、ジップなんてなかったわけだから、全部ボタンとか全部ジップでフルオープンにしちゃうと、この隙間から雨入ってきちゃう、水入ってきちゃうわけね。だから途中で止める必要があったんですね。でだからここまでしかない。じゃあジップなんかつけなきゃいけないと思うかもしれないけど、つけないと頭入んないから、こう機能性考えてここまで開くようにしてあるっていうのがまず一つ、まあ昔はボタンだったけどしてあるっていうのが一つで、身幅がこう広いのはなぜかっていうと、さっき言った通り密封しちゃってるわけだから蒸れちゃうわけね。でその蒸れを逃がすためにオーバーサイズってトレンドのこと考えてるわけじゃなくて、蒸れを逃がすためにこういう構造、オーバーサイズの構造になってる。だから歴史的に意味のあるオーバーサイズがアノラックなんですよ。まあそれが今のトレンドに追いついてきてるってのもあるんですけれどもね。だからこういう形になってるので、オールドアウトドアスタイルです。今のゴアテックスとかの機能素材だったら別にこんなこと考えなくてもいいわけ。素材自体がもう水入れないし、汗逃がしてくれるっていう機能を持ってるから、いろんなシルエットでもどんなデザインでも作れるようになっちゃった。
でも昔はそんな素材なかったから、こういうふうにデザインで工夫して群れどうやって逃がすか、どうやって水入れないかっていうことを考えて作ったわけですね。で、この話に戻りましょう。で、薄手生地で雨弾いてくれていいデザインです。で、群れにくいです。で、オーバーサイズです。すごくいいアイテムだと思います。で、白なんですけど中の透けが意外と目立たないです。今黒着てるんで結構透けるはずなんですけど、そこまででもないでしょ。なので、薄手生地の白でもここまで透けを抑えてくる。まあでも多少は透けますよ。なんで本当に透けたくなさせたくないっていう人はおすすめしないですけど、そうじゃない限りはすごくいいアイテムじゃないかなと思います。僕これ結構好きですね。で、収納がめちゃめちゃ多いです。このサイドポケット、なんか貫通してます、貫通してます、貫通してます、貫通してるんですけど、かなり広いカンガルーポケットになっていて、で、なおかつここにも収納が、コンパートメントがあります。なので結構ね、これバッグいらずかもしんないですね。中にだってこういうさ、スマホとかふいってこう入れたりしてもいいし、この貫通ポケットじゃなくてこの真ん中のところは落ちようがないので、フラップもついてるしすごく便利です。まあただあんまり重いの入れちゃうとちょっとこう膨らみが出すぎちゃうと思うけど、でもこうバッグいらずで使い勝手はすごくいいんじゃないかなというふうに思います。で、着丈がですね、ドローコードがついていて、一応着丈いじれます。こうやってグッと締めてあげると着丈を例えば短く、こういうふうにタックイン風にすることもできるので、まあ、ワイドスラックスとかと合わせてこういうタックイン風にしてあげて、ちょっと今っぽい東京っぽいスタイルにしてあげてもいいんじゃないかなというふうには思いますね。ここでなんかこう、シルバーのバックルがついたベルトとか使ってもいいと思いますし、非常にこうかっこいいかなというふうに思います。まあラフにね、こういうビッグサイズで着てももちろんいいですし。で、ちょっと説明難しいんですけど、可動域に関しては結構考えられてますね。こういうマニアックな説明になるんですけど、ここですね、脇下ですね、脇下に一応切り替えあるんですけど、ちょっとずれてます。ここの脇の下に切り替えがあると、腕を上げるときに若干ですね、ストレスを感じやすいんですね。で、これ脇下の縫い合わせがちょっと脇の下っていうよりもちょっとずらしてあって、可動域比較的広く作ってあります。あとここですね、肩の線もですね、ここに普通線が入るもんですけど、ここの線がないんですよ。肩の線をかなりずらしてある、後ろにかなりずらしてあるので、肩の可動域もすごく広くてですね、やっぱりこうスポーティーというかアウトドアライクのデザインなので、結構ステッチングというかそのパターン考えられてあって、腕の可動域広いですし、非常にこう動かしやすい機能的なアウターになっていると思います。まあ、単純にデザイン優先でアノラックにしてるだけじゃなくて、ちゃんといろんなこと考えてるのが GU っぽいなというふうに思いますね。機能性とか着心地に関しては非常にいいと思います。まあ、ただ着心地、まあ、二重丸じゃなくて丸にしたのはちょっとガサつきが強いなっていうところで丸にしておきました。まあ、ガサガサするんで、これが着心地としてあんまり好きじゃないっていう人も多分多いと思うので、二重丸にはしとかなかったです。でもまあヴィンテージ感があるんで、まあ、これが僕はいいと思うんだけど、まあ気になる人も多分いるだろうなと思って丸にしておきました。で、白とネイビーがあるんですけど、白僕結構おすすめですね。ネイビーはまあベタなあのラックのデザインだと思うんですけど、白ジップも白になってるし、ドローコードも白だし、全てのパーツが白なんですよ。ちょっとモードな印象も出ますよね。黒系のアイテムと合わせてモノトーンで合わせると、アウトドアスタイルだけどカジュアルなアイテムだけどなんかモードな印象で大人っぽくも使えると思いますので、30代以上の方、大人な方とかが選んでもすごくいいんじゃないかなというふうに思います。 GU ってちょっとティーンの印象まだあると思うんですけれども、全然大人の方が選んでもらっても全く問題ないと思います。っていう感じかな。まあ、あのラックってね、こうオーバーサイズのあのラックって結構うまく着ないと、まあ、やぼったくもなりやすいので、ちょっとおしゃれすぎるアイテムっちゃすぎるかもしれないですね。なのでちゃんとうまく着ないと映えるデザインではないかなというふうに思うので、まあ、シルエットが特に難しいですかね。オーバーサイズのアノラックって、まあ、何にも服気にしてない人だって着るわけじゃないですか、こういうのってね。オーバーサイズのアノラックってなんかお母さんから買ってもらったアノラック着てる小学生みたいになりがちなので、まあ、着こなしは考えた方がいいですけど、まあでもそれも僕今言ったみたいにモノトーンの例えばスラックスとかと合わせれば別にそんなに難しくはないんですけど、まあ、さっきのマウンテンパーカーよりは着こなしのハードルがあるかなっていうところで、一応シルエットも丸にしておいてあります。で、素材色もですね、僕は白が好きだから丸にしたいんだけど、まあ、真っ白とかネイビーとかの、まあ、本当に何の切り替えもないのラックなんで、まあ、おしゃれ感が伝わりにくいっちゃ伝わりにくい、着こなしで頑張ってコーディネートでおしゃれにしないと難しいと思うので、一応三角にしておきました。さっきのマウンテンパーカーと比べても素材のその高級感っていうのは少し薄いので、まあ、生地も薄いしね、なのでちょっと三角という形にしましたけど、基本的には全然おすすめです。
続いてコットンファティーグジャケット長袖2990円です。こちらごめんなさい、ちょっと今貸し出しちゃってて、今手元にないんですけれども、着用写真もあるので着用写真ご覧になりながら説明していこうと思います。まず採点からいきましょう。デザイン丸、シルエット二重丸、素材色丸、機能性丸、着心地丸、全部丸にしてありますが、二重丸がちょっと少ないのかなっていう感じになってますけれども、まあ、ライトオンスのミリタリージャケット、ファティーグジャケットですね。ベトナム戦争とかで活躍したファティーグジャケットです。ポケットがいっぱいあるデザインになってますけれども、まあ、機能性とかはね、まあ、見ての通りですね、すごくこう、収納も多いので、何かと使いやすいアイテムかなというふうに思います。バッグがなくても、ある程度収納がありますし、春先手ぶらとかで歩きたい人には特にいいんじゃないかなというふうに思います。で、本格的なミリタリー素材ですね。この GU のこのミリタリーアイテムって結構毎年気合入ってるんですけれども、今回も洗いをかけてパッカリング、いわゆるその縫製のところにこうシワがちょっとつくんですけど、洗うとですね、糸はそんな縮まないんだけど、そんなっていうか全く縮まないけど、生地が縮むから、糸は縮まないけど生地が縮む、そのなんていうか違いで、そのシワが出るんですね、糸の周りに。糸が縮まないけど生地は縮むから、こうそのズレでシワが糸に沿って生まれる。それがまあパッカリングとかって言いますけど、パッカリングが強めについてあるので、これ何回も洗ったミリタリーの古着みたいにこうシワ感があってですね、すごく本格的な印象になってます。素材もね、古着好きの方触ってもらうと分かるんですけど、本当アメリカ軍の古着みたいに結構ちゃんとした素材感になってますよ。パリッとしたような風合いになっていて、嘘っぽさがないです。2990円のミリタリージャケットなんてって思う人も結構いると思うんですけれども、全然そんなことなくて本格的な作りになってます。で、じゃあ古着買えばいいじゃんと思うかもしれないけど、古着だとシルエット汚いじゃないですか。ぴったり合うのって難しいじゃないですか、選ぶの。でも GU だったら、まあ、今っぽいトレンドのシルエットで、まあ、ちゃんとこうサイジングもあったものが安く、なおかつミリタリーの本格的な素材で買えるので、 GU のこのファティーグジャケットすごい存在価値あると思います。で、身幅はあるんだけど、だらしなくならないように袖が細身で、着丈もそんなに長くなってないです。特に今年のこのモデル、着丈結構短いですね。なのでバランスすごくいいです。ゆったりしたパンツ合わせてもダボダボした印象になりにくいですし、このバランス感で本格素材、まあ、古着でこういうの探すのは困難だと思うので、まあ、これは GU ならではかなというふうに思います。で、着心地も軽くていいです。通常ミリタリーアウターとかだと結構重いヘビーオンスのものもあると思うんですけど、結構ライトなものでですね、これ裏地も張ってないですし、軽い素材なので、まあ、ぶっちゃけショートパンツとかと合わせれば夏でもいけんじゃないかなというふうに思ってます。袖まくったりすればね、なんか着心地軽くてすごくいいし、ストレスないですし、ポケットも多くていい。まあ、ただ、まあ、逆に言うと生地の厚さがそんなにないので、いろいろ入れると、収納にいろいろ入れるとポケットがこう膨らんでしまってシルエット崩れちゃうので、まあ、そこは注意なのと、あとは単純に防寒性っていう意味で考えるんだったら、軽さとかじゃなくて防寒性っていうところで考えるんだったら、マイナス評価になる人もいると思うので、まあ、この辺は自分の好みに応じてですね、僕は結構厚がりの方なんで、どちらかというと軽い方が嬉しいんですけれども、まあ、今ちょっとまだ僕的にはうちの住んでる地域は寒いから、もっともっと厚手のものがいいんだけどなって思う人は、もしかしたら評価下がるかもしれないですし、ただ身幅結構広いんで、中にインナーダウンとか入れてしまえばそんなに問題ないかなとも思いますけどね。で、色はね、カーキがいいんだけど、ブルーなんかもいいと思います。夏っぽくていいと思うので、これからのシーズン使うんだったらブルーもありかなというふうに思います。まあ、何より2990円でこのクオリティ買えるんだったら、まあ本当文句のつけようがないなというふうに思います。シルエットはね、特に考えられてますね。ミリタリーのアウターってどうしてもやぼったく見えがちなんですけど、それがやぼったくならないように、ちゃんと袖の細さだったりとか、着丈の短さでもなんかインナーにいろいろ入れるだろう、トレンドもちょっとゆったりがいいよなってことで身幅は広げてるとか、このバランスの取り方がすごく上手なので、シルエットは二重丸にさせていただきました。まあ、あとは丸って書いてある通り、すごいいいわけじゃないけど全部優秀っていう感じですかね。ダメなところもあんまり見当たらないのがこのアイテムだと思います。 GU かなりミリタリーアイテム作り慣れてきているので、結構信頼しています。さあ、続いてデニムオーバーサイズシャツ長袖 ND プラス E2490円です。こちらまず評価からしていきましょう。デザインが二重丸、シルエットが丸、素材色が二重丸、機能性三角、着心地バツとさせていただきました。バツが初めて出てきましたけど、決してこれの評価が低いわけではなくて、正直今回の5アイテムの中だと、僕白のアノラックとこのデニムのシャツがですね、一番個人的には好きです。
ただ項目別に考えていくと他の4つと比べると着心地は×と書かざるを得ないかなというふうには思います。ちょっと着てみましょう。はい、こんな感じですね。デザインかなりかっこいいと思います。あのトレンド感があってですね、オーバーサイズでトレンド感があってアウターでもインナーでも使えるっていうところがまずいいところかなっていうふうに思います。まあもちろんデザイン先トレンド先行型で結構オーバーサイズに作った方がこういうデニムシャツって今はかっこいいよねっていう発想で多分作られてると思うんですけど、まあオーバーサイズにしてるからこそ中にかなりゆとりがあるんですね。なのでインナーにちょっと厚手のインナーダウンとかニットとか入れてあげても全然着膨れはしないので1枚でももちろん使えるし、アウター風に使うこともできる。まあインナーとかでも使えるじゃないですか。多分今の時期にロングコートの中に着たりとかもできるので、インナーとしても使えてアウターとしても使えるっていう、まあ、ビッグシルエットのトレンドならではのメリットかなというふうに思います。素材もですね、風合いもかなりリアルでいいと思います。GU のデニムってやっぱりユニクロのデニムとかと比べるとちょっとボリュームダウンというか、高級感少し下がるような印象あると思うんですけれども、これに関してはね、加工感もすごくリアルで、あの高級感すごくあります。伝わるかどうかわかんないけどアクネみたいですね。アクネってこういうデニムのシャツ、ビッグサイズのデニムのシャツよくやってますけど、僕これあのおしゃれな人が上手に着てたらアクネかなって一瞬思っちゃうぐらい本当に風合いもリアルですですね、非常にいいあの素材感になってるんじゃない、素材と色になってるんじゃないかなというふうに思います。素材色は2490円のこういう加工デニムの中だったらピカイチだと思うので二重丸とさせていただきました。ただしですね、いくつかポイントがあって、機能性が三角ならなんとなく理解してくれると思うんですよね。機能性って着心地も×ですね。まあ、この辺について話していきましょうか。まずですね、機能性の話なんですけど、アウター風に作ってある。で、多分公式的にもこれアウターとして使われてるような写真あると思うんですけど、アウター風にしてる割にポケットないんですよ。ここのサイドスリットのポケットがあればもっといいのになと思いました。これだってオーバーサイズだからパンツのポケットに手入れるとちょっとこうぐしゃってなっちゃうし、ここにポケット欲しいよね、アウターだったらね。なんでここがなんかなかったのは残念だなっていうのと、ゴア付きが結構すごくて、まあ厚い素材使ってちょっと気合い入れてるデニム素材なので、ゴア付きが結構あるんですよ。でこれが洗えば治るかなと思うんですけど、洗ってもいまいち治らないんで、時間経ってこう着込んでいくと少しずつ柔らかくなってくると思いますから、初めのうちは結構ゴワゴワで着心地としてはそんなに良くないです。でビッグサイズでゴア付きがあると余計大きく見えるので、ビッグサイズっていうことに抵抗がある人はこれあんまりもしかしたら選ばない方がいいかもしれないです。まあただ着込んでいくと柔らかくはなってくるので、ビッグな感じが出なくなってくると思いますから、着込んでいけばいいんですけれども、最初のうちはやっぱりちょっとねゴワゴワしてより大きく見えるので、あんまりビッグ得意じゃないなっていう人はもしかしたら避けた方がいいかもしれないですね。で縫製なんですけど、まあ、GU って縫製そもそもそんなに強くないですけど、あの硬い生地に対してボタンの縫製がちょっと緩いんですよ。なのでこういう硬い生地って馴染むといいんですけど、ボタン外すときにこうやったりするじゃないですか。外れなくてなかなか硬いから生地が、このボタンホールとかもなかなか広がんないから、こうやっていろいろやってるうちにボタンの縫製が緩むんですよね。で実際僕まだ何回かしか着てないけど、ボタンの縫製ちょっと不安なので、ここだけまあてかボタンもうちょっとでかいボタンにした方がいいんじゃないかな。なんか普通のシャツボタンみたいな感じになってるので、ボタン自体は全然材質悪くないんですけれども、こういうデザインだったらなんか猫目のボタンとかもうちょっとこう古着っぽい大きめのボタンとかの方がいいんじゃないかなとは僕は思ったんですけど、まあそれはまあいいとして、ボタンの縫製がね、あのこの硬い生地に対して若干脆いなっていうところで、まあ、機能性と着心地は三角×とさせていただきました。ただそれを補ってあまりあるぐらいデザインと素材感はすごくいいので、僕は結構おすすめです。これアウターで着てもいいし、インナーで着てもいいし、割と万能なアイテムだと思うし、2490円、今年デニム特に多いのでいいんじゃないかなと思います。さあ最後ですね、最後はヘビーツイルオーバーサイズシャツ長袖 NT プラス E 2490円。こちら、評価からいきますね。デザイン20丸、シルエット丸、素材色20丸、機能性三角、着心地バツ。これ上のデニムとほとんど同じです。単純に上のデニムがですね、ヘビーツイル、綾織のツイルの厚手の素材になったっていうだけなので、形自体は全く一緒です。形もデザインも、ただツイルのコットン素材になって、デニムじゃなくなってるっていうだけですね。
なので評価としてはさっきとあんまり変わらないんですけれども、ただ色味結構いいなと思います。素材がね割と高そうな素材使ってんですよね。まあ高そうっていうかしっかりした素材っていうか、まあ、中国素材だと思うけど、でもすごく本格的な厚めの素材で、そんなに別に安っぽさはないです。まあ生地詳しい人は触れば、あ、中国の市場生地っぽいなとかって思うかもしれないけど、でもまあそんなにね安っぽくは作ってなくていいデザインなんじゃないかなと思うし、色味もすごくよく選んであって、こういう黄色とかって結構難しいけど、やや薄手の黄色になってるので比較的使いやすいかなというふうに思います。こういう黒系の、スタイリングとかの中に入れてあげてもすごく今っぽくてかっこいいと思いますし、差し色としてねインナーで使ってもいいと思いますし、まあ着心地とか機能性の悪さに関してはさっきのデニムシャツで説明した通りなので全く同じなので、そこはまあ、ちょっと気になるポイントもあるはあるんですけれども、悪いアイテムではないかなというふうに僕は思っております。はい、というわけで今日は GU でおすすめのマストバイアウター5つ項目別に採点していきました。マルチブロックマウンテンパーカー GA プラス E3990円、そしてオーバーサイズアナロックパーカー2990円、そしてコットンファティグジャケット長袖2990円、さらにデニムオーバーサイズシャツ長袖 NT プラス E2490円、ヘビーツイルオーバーサイズシャツ長袖 NT プラス E2490円、この5つ紹介させていただきました。個人的にはアノラックとデニムのシャツがすごく好きですけれども、多分人気あるのは、マルチブロックのマウンテンパーカーなんじゃないかなというふうに思います。まあ使い勝手もいいしね、皆さん気に入るアウターありましたでしょうか。よかったら、参考にしてみてください。まああくまで僕の主観なんで、これにとらわれる必要はないんですけど、あ、まあなんとなくそうなのかもなと思ってちょっと見に行ってみるかみたいなファッションを楽しむきっかけになったんだったら一番いいかなというふうに思っております。私毎週日曜日メルマガ配信しております。メルマガではこういうファッションを勉強できる情報がですね、毎週日曜日4万文字から5万文字の大ボリュームで配信されております。毎月550円の有料配信なんですけれども、初月無料になってます。初月登録すると、ただで読めますので、もしただの期間中にね、良くないなと思ったらやめればいいし、お金かかんないんで、よかったら概要欄の方からチェックしてみてください。それではまたお会いしましょう。バイバイ。